水戸や尾崎城は2本の川に挟まれる山の山頂部周辺に築かれた山城です。1221年北条義時より水戸屋号地頭職に任じられた諏訪部助長によって築城されたと伝えられています。やがて雨子方の拠点として雨子実機の一つに数えられました。1588年城主水戸屋男城久助が毛利輝元によって改易されるまで14代368年間にわたって水戸屋市の居城でした。水戸屋川と古城川に挟まれた東西尾根筋に位置し、標高135メートル大小の角を連ねた城となっています。現在は県指定史跡に指定され、各所に当時の面影が良い状態で残されています。四季折々の景色を楽しめる水戸屋城跡。春には水戸屋川川岸に3000本の桜が咲き、桜の名所となっています。地域の憩いの場として水戸屋尾崎城は今も生き続けています。